坂見附に到着しました。ここは江戸時代、江戸城外堀に沿って大名家のお屋敷が並んでいたところです。弁慶橋の奥にはかつての赤坂プリンスホテル、グランドプリンスホテル赤坂が見えています。ここは紀伊和歌山藩徳川家の屋敷があったところで、その面影を感じることができます。赤坂プリンスホテルはかつて多くの人が一度は泊まってみたいと憧れのホテルでありました。赤プリの愛称で親しまれた赤坂プリンスホテルも2011年3月で閉館することになり、なんとも寂しい気持ちになります。緑に包まれた清水谷公園が見えてきました。周囲から清水が湧き出ていて、通行人に喜ばれていたことから名付けられました。またここは大久保利通が暗殺された場所であり、追悼碑が建てられています。清居坂が見えてきました。清居とは紀州、尾張、井伊家の屋敷があったことから名付けられています。坂の上の食い違い見つけ跡には桜並木があり、季節には見事な桜を見ることができます。周囲には上智大学のグラウンド、キャンパスがあり、学生の街であることを感じました。 JR 四ツ谷駅が見えてきました。駅は空中に作られているようです。四ツ谷には江戸城の外堀を作るとき、麹町や半蔵門にあった寺社を移したことから多くの寺社があります。そして最初に見えてきたのは西念寺です。西念寺には伊賀忍者の指導者で槍の名手である服部半蔵の槍とお墓があります。服部半蔵は徳川家康の家来の一人ですが、家康の長男信康が織田信長から切腹を命ぜられ、その解釈を家康から命ぜられたのですが、半蔵はどうしても役目を果たすことができませんでした。半蔵は信康の冥福を祈るため、その後仏門に入ったそうです。次に見えてきたのは菅神社です。菅神社は須佐能の御事、宇賀の御霊の御事を祀る四ツ谷の総鎮守で、天王様として広く信仰されています。また菅神社には天保7年に奉納された36箇遷絵が残されていて、歌人の肖像画と代表作が書き添えられています。四ツ谷というと誰もが四ツ谷怪談を連想すると思いますが、ここ御岩稲荷民谷神社はそのお岩さんが祀られています。四ツ谷怪談は鶴屋南北が歌舞伎用に創作したもので、実際のお岩さんは江戸時代初期に四ツ谷左衛門町でけなげな一生を送った美しい女性であります。神社はお岩さんの子孫である民谷氏が神職を務めています。またすぐ近くにある陽雲寺でもお岩さんが祀られています。
ここはお岩さんが使ったとされる井戸、玉を池に投げて願掛けをする加納玉があります。また東海道四ツ谷怪談の大ヒットにあやかろうと多くの芸能人や歌舞伎役者が参拝に訪れています。四ツ谷怪談を演ずる人は参拝しておかないと思わぬ事故があるとも言われています。田宮神社と妙雲寺では本家争いが起きているそうです。お岩さんのお墓が巣鴨の妙行寺にあると知り訪ねてみました。ここにはお岩さんのほか浅野匠の神夫人養生院のお墓もあるようです。妙行寺に入ると魚河岸供養塔をはじめさまざまな供養塔が並んでいます。本殿の前の日蓮聖人の銅像が目を引きます。墓地の一番奥に鳥居があり、お岩さんのお墓がありました。お岩さんは夫井右衛門と折り合いが悪くなり病身となり亡くなってしまったのですが、田宮家ではその後災いが続いたそうです。妙行寺の四代目日蓮聖人の法華経の功徳により一切の因縁が取り除かれました。お岩さんに塔婆を捧げ熱心に祈れば必ず願い事が叶うとされており、百度石が置かれていました。こちらが浅野匠の神夫人養生院のお墓です。養生院は赤穂浪士討ち入り後伊豆大島へ流された赤穂浪士の遺児たちの赦免運動に尽力し、3人の赦免を実現し41歳で亡くなっています。次に訪れたのは消防博物館です。ここは江戸時代から現代まで進歩を続ける消防の歴史が一目でわかる博物館です。消防自動車が初めて導入されたのは大正6年以来、年々進化を遂げています。こちらは江戸時代の火消しです。組織的な消防は江戸時代の火消しに始まります。明治から昭和にかけて消防は大きく変わりました。機械化、組織の近代化によって消防の機能はますます充実していったのです。現代の消防はさまざまな災害から生命や財産を守るために広く活動しています。新宿御苑に到着しました。ここは江戸時代信濃高遠藩内藤家の下屋敷があったところです。広さは約18万坪、周囲 3.5 キロの広大な面積を有しています。
明治12年に新宿植物園となり、戦後は国民公園として一般公開されています。都心にいながら日本庭園の素晴らしさをゆっくりと堪能できました。今日のゴール地点、新宿駅に到着しました。今日は江戸時代の大名屋敷の面影、四ツ谷階段のお岩さんの真相、消防の歴史などを知ることができた一日でありました。